怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。これこそ千載一遇、日輪の導きである。 わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう、たゆまぬ絆を。忠勝、お前は人知れず無理をしすぎなんだ。頼むからそれ以上わしを心配させないでくれ。 それがわからんか。失せるがいい。それ、貴様の隣の者、毀りの患者。犠牲なき世の中、ひたすらにそれが欲しい。焼け焦げよ、消えた。みんなの思いがわしの鎧だ。 そう簡単には破れないぞ。焼け焦げよ、消え去れ。忠勝、まだ無茶はするな。 我の手を煩わせる。それが策か。忠勝、そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。そう、大いなる絆の力で。 時にその、俺らは武具を用意しとこうぜ。運動昇乱、一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになりますぞ。 あなた様の武勲にあやからせていただきたく。
だいぶ顔色が戻ってきたな。運動昇乱、一人の裁きを言います。愚物に凄まじい負だ。さて、わしの拳とはどちらが上かな。キラーはくるぶしの一つ、兵卒らの涙が見えるか。見たか、我らの忠義と武勇を。さて、広がるはどちらの時代だろうな。背中は俺らに任せてくださいよ。安倍式の将に取られようとは不甲斐なし。忠勝殿背に重い貴重な兵糧が。魂を言います。愚物あの人には見えてんのぞ。お前ら一人一人の動きがな。幾ばくかの疲労を与えた。拙者はここまで。我らも続きますゆえお進みくだされ。ならば地方いずれの軍にも劣らぬわ。残り一つとて気を抜くな。相手方は侮れぬぞ。忠勝、もう大丈夫なのか。うん、嘘ではなさそうだな。よかった、本当に。民のため、家康様のため、耐えしのいでみせようぞ。クワの扱いだったら絶対負けないのに。盤上が駒のしたたかさ、思い知る。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲らねえ。血の光、戦艦に宿れ。次なら雨かける忠勝様、もう一度見たかった。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。見てもすごいな、この潜水は。とてもじゃないが、わしでは取り回せそうもないよ。もう、大怪我をしてほしくない。だからこそ、このお守りが必要なんだ。
つのごとく冴え、ここを通すわけにはいかんのだ。見せるがいい。予期していたより早く済んだ。奪い返されないようしかと守ってみせます。武者震いが収まるのは、いかに兵をぶつけるだけ損ずるか。はい、すみません。すぐに体勢を整え舞い戻ります。ゆえこの送り込んだ患者からの報告はまだ。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。したら怒られるぞ。まだやるか。この程度じゃ済まねえぜ。そこまで優しくいられるんだ。徳川には過ぎたる駒よ。闇を払い、日の光が差すんだ。感謝する。の裁きを言います。直
勝様のみ。いや、我らも徳川の一兵よ。我が刑の全てにて貴様の先を縛ってみせる。今はとにかく兵を失えない。無理をさせてすまないが、皆の者、我が采配に従え。勝利への唯一の道ぞ。引くを恥とするか、ならば虫けらのように死ね。アマテラス地の光、戦国最強の目が光った。我が慈しみ、次なる秋に永遠の平穏を。徳川よ、なぜ貴様は忍び続けなかった。覇王の後釜でも志せば、老せず剣を狙えたであろうに。それほどまでに時をかければ、嘆く民が増えるだけだ。わしはもう力を振りかざしたくはない。誰からも人を求められる、そんな自分に至るまで。途方に以外の表情、あの方の先に浮かべたか。貴様は怖い。共に嘆願の星を読もう。日の本は秋となる。その礎の駒となる。大丈夫だよ、田中さん。こんなところで朽ちるために道を耕えたわけじゃない。すっか、わしはまた一人大事な友を失ったのだ。何の、ここからは真骨頂にござる。一輪の裁きを今。グロム、いや違う、絆は不滅だ。照らし尽くせ、アマテラスよ。この世にはびこる無知蒙昧、愚かなるいさかいの火を。